ね、というわけで、皆さんこんにちは。こんにちは、ね、暑い中ありがとうございます。まずですね、ちょっとごめんなさい、始める前に注意といいますか、ね、ちょっとやっておきたいことがあるんですけど、打ちますので、音が出ます。音出ますので、ちょっと先にこんな感じの音ですのよっていうのを聞かせておきますね。いきます。うわっかっか君打ってない。調断した。最低限このぐらいの、これ以上の音出ますので、もしちょっと音が苦手だなという方いましたら、ね、ちょっと耳塞ぐとか、とイヤホン持ってたらイヤホンつけといていただくとかで、対策していただけるといいかなと思います。大丈夫そうですか？ありがとうございます、ね、今回は私一人じゃなくて、こちらにですね、お二方お呼びして、それでやらせていただこうと思います。では自己紹介の方お願いします。じゃあ私から、はい、先ほどまでね、ずっとおしゃべりしてました、お前名前なんだよっていうところなんですけど、私リボルバー宮源と申します。よろしくお願いします。それでは私、ワンボールキッドと申します。何してる人俺ガンプレイやったり、先ほど言った乗馬射撃やったり、あとは最近はちょっと実銃の方にも手出しまして、クレー射撃の方もやらせてもらってます。そんな感じでいろいろ鉄砲関連のこと何でも楽しんでる男です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこの3人でですね、ちょっとやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしたらですね、まずはね、知ってる方も結構いるとは思うんですけれども、使う銃の説明からね、させていただこうと思います。はい、この銃、ね、19世紀西部開拓時代に使われてた銃なんですけれども、今の銃と大きく違うところがあります、ね、今の銃でしたら、まあ、こういう銃、映画とかドラマで見たことあると思うんですけど、こうやって引き金引くだけでもパンパンパンって撃てるんですよ。ところがですね、これ古い銃なので、撃つにはこの後ろについてるパーツ、これを一回一回起こしてからじゃないと撃てないんです。だから引き金引くだけだともう何もならないんですよ、という銃です。だから早撃ちとかありますけれども、あれもただホルダーから抜いて引き金引いてるんじゃなくて、この後ろの部分を起こしながら抜いてバンとやってるんですね。まずはやっぱり早撃ちでしょうということで、このガンホルダーからね、一発こうパーンと抜いて撃つというのをですね、やってみようと思います。まあこれはね、二人もできると思うんでね、はい、ちょっとじゃあ一人ずつやってみましょうか。はい、手の合図 でこう叩いてもらっていい？これそれに合わせて早撃ちで。なるほど、うん、なるほど、はい、じゃあ触れてない状態、これ見えてた方がいい、見えない方がいい、どちらでも。わかりました、じゃあ見えないようにいきます。おぉこんな感じで、今やったように、もうハンマーも、さっきハンマーと言ってるパーツも、あの一瞬で倒して、抜いて、向けて、撃つ。これを一連の動作としてやるの、これが西部駅の早撃ちガンマンの技となっております。私はですね、まあ、オールドホルスターといって、実際に西部劇であった、西部開拓時代に存在した、ホルスターの形のものでちょっとやってみますでしょう。じゃあワンボールさん、はい、音の方お願いします。いきます。はい、ちょっとおいや、でもこのホルスターはちょっと難しいかな。じゃあね、せっかくそれでやってくれたから、私はじゃあ競技に特化した銃でやりましょうかね。お今お二人が見せてくれたのはこういう普通の銃です。今から私が使うのはこれちょっと競技に特化した銃で、この後ろの今起こした部分が上に伸びてるんですよ。これどういうものかっていうと、こっちだと片手でこうやって抜いて起こすんですけど、こっちだと利き手とは反対の手、銃を抜かない方の手でバッとこういう感じで両手を使って撃つ銃です。ちょっとこれでね、早撃ちをお見せしましょうかね。おお、もう一回いきますね。今どうしようかな、こっちの方でやろうか。じゃあ次こっちの方でもう一回やりますね。いきます。おお、という感じで競技に特化した銃だとめちゃくちゃ早く撃つことができます。ただ
ね、実際の西部開拓時代にこんなのがあったのかさ多分ないと思うのでこれはあの後になってこういう早打ちを競技として楽しむ時代になってから あのカスタムパーツではあるんですけれども、一応あのこういうものもありまして、であの我々早打ちやる人間はこういうちょっとカスタムした銃も使って早打ちをやってるんですよっていうのをちょっとお見せしました。今一発バーンと撃つのをやりました。で説明した通りあの一回一回ここ起こさないと撃てないので、なんだじゃあこの銃連発できないのかとね、そう思われると思うんですけど、連発テクニックによってはできるんです。ちょっとお見せしますね。こういう感じにやります。今一瞬で2発撃ちました。これはですね、さっきの後ろの部分、ここを引き金引きっぱなしでもう一回こうやって煽る、そうすると連続して撃てるんですよっていうテクニックを使って一瞬でこうババンと2発撃ったわけです。ちょっとじゃあこれもやっていただきましょうか。はい、ではいきます。おお素晴らしい。よし、いきます。おお、そこに出します、ね、という感じでですね、こうババンと2連射っていうね、技が2連射ができるなら3連射もできるんじゃないのそうです、3連射っていう技もあります。じゃあ3連射行ってみましょうか。はい、じゃあ、あ、終わってますけど、今日はおお、では3連射行きますね。おお、まあ、この通りとても難しい技です今のはですね、1発目を普通に打ちます。2発目を親指でここの後ろの撃鉄に引っ掛けて打ります。3発目は小指で引っ掛けて打ちます。これを素早くやるとそしたらですね、今1発2発3連射やりましたね。ちょうどですね、今日みんな2丁釣ってますので、どうしようか、じゃあ2丁同時抜き行ってみましょうか。2丁を同時に抜いてバンと打つというのをちょっとじゃあやっていただきましょうか。はい、丁同時に抜いて打ちます。行きます。おお。じゃあ続きまして私が。はい。オッケー。はい。こんな感じ。はい。2丁同時抜きというのをね、今ご覧いただきましたけれども、ここで見ていただきたいのが。2丁同時に水平に打ってるってとこなんですよ。ちょっと見てくださいね。今火花が水平に出てたと思うんです。これって実はですね、結構難しいことでして、これあの銃持ってない方でも試していただけるんですけど、パッと指をねこうペッとやっていただいた時に、パッてやった時に水平に綺麗に向くかっていう、これがですね難しいんですよ。これちょっとでも上向いたりすると上打っちゃうし下打っちゃうしで、ここがですね、難しいところで、我々ガンマンがいかにですね、こう正確に前に抜けるのか、そこのね、まあ、テクニックの見せ所の、技でもあるんですね。じゃあ風船割りいきましょうか。さあそしたらですね、早打ちをね、さっきお見せしましたけども、さっき何もない状態でこうバーンとからですね、空で打ちましたけど、風船をですねちょっと用意してますね、こういう風船ですね。これを持った状態で離して、でガンホルダーから抜いて打つ、こういうちょっと早打ち技をですねお見せしようかなと思います。もう一回説明しますね。風船今手に持ってます。これを離すと落ちます。これが落ちる前に抜いて打っちゃいましょう。それだけです。これも、見ていただきたいところは、このホルスターから一瞬で抜いてここを起こして打つっていう、ここですね。これをいかにスムーズにできるのかっていうのが見どころかなと思います。それではいきます。おお、はい、じゃあワンホコさんはね、彼左利きなので、ね、利き手の左手でいきますね。こういう時ですね、風とかすごい気になるんです。まあ風があっても打てるだろうというところ。いきまーす。おお。そしたらじゃあちょうど2個あるんで、二丁拳銃で2個バーンと割るの、ちょっと破片がいっちゃったらごめんなさいね、そっちに極力、ね、飛ばさないようにはしたいんですけど、2個持った状態から。おお。
まあ、いきなりちょっとあの二丁拳銃好きなんで二丁拳銃からいっちゃいますが、まあ、先ほどやったバックスピン、そしてアイマン、フォワードスピンで、そこからつなげて、このまま今度はちょっと難易度を上げて、よっ、おっとっとっ と、右手だけ回転して左手で、投げ技、おーよっとよいしょ。あとはまあ、水平スピン。よいしょ。あとはやめとくか。まあこんな感じですね。よいしょ。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと私はですね、まあ、今日この場でさっき説明がちょっとなかった技、いろいろとちょっとやってみます。まずは1丁目ですね。まあこう普通にまあ回していくんですが、先ほどこの回し技、いろんなところでできるって言いました。これを駆使ですね、こういう風に円を描くようにやったり、もしくはこういう風に斜めにやったりとかもできます。で、ここからまあ水平スピンに回していくんですが、じゃあここからまあ左もちょっと使ってみましょうか。まあ、先ほどちょっとお見せしたようにこういう風に互い違いにやることもできるんですが、じゃあ次左手をこう左手をバックスピンさせながら右手で投げ技なんかもできます。じゃあ左手を維持しながらこちら水平スピンをしたりもできます。じゃあ最後にですね、まあいろんな、まあ、他にもあと2種ぐらいちょっと技あるんですけども、じゃあこちら先ほどあった水平スピン、こちらをですね無重力でちょっとやってみます。いきます。触れずにこう、普通の水平スピンってこういう風にこのトリガーガードの中に人差し指入ってるんですけど、こちらはですね人差し指を内助、人差し指を入れずに空中でこう水平でスピンさせる、こういった技もあります。あとはですね最後ホルスターキャッチなんですけど、まあ先ほど見せたようにこういう風に回しながら入れるっていう技もあるんですが、これ以外にもですねちょっとかっこいい見せ方っていうのがありまして、こういう風に回してるじゃないですか。一回取って逆向きに入れる、そしてこういう風に空中でジャンプさせて持ち替えて中に入れる、こういった技もあります。これはメタルギアソリッド3でオセロットがマター王の前にやってた技ですね。こういう風にこういう技もございます。ありがとうございました。ではまず1丁の右手から、いきます。手前に回す技、前回し、手前回しで、ホルスターに収める。左でも同じこと、手前回し、前回し、ホルスターに収める。では2丁でいきますね。先ほどお見せした片方前、両方前、片方手前、両方手前、こういうですね銃をお手玉みたいにこうやって持ち替えるという技があります。はい、じゃあちょっとここでですね手の上に銃を立てるという技をお見せしましょうかね。あの手の上にほうき立てたりとかと同じ要領です。はい、でさっきあの彼がね見せてくれたこう水平に投げる技ですね、これももう一種類ありまして、さっき彼が見せてくれたのはこっち回しですね。これ逆回しもあって、おこういう技もあります。さあそれじゃあ投げ技いろいろいきましょうかね。ごめんなさいね、長くてね、ちょっといろいろ技を一通りお見せしたいですからね。、はい、こうやってねあの背中をですね通す技がありますね。
おお。背中を通す技、そして肩越し投げですね。肩越しでこうやって持ち替える。で、2丁でじゃあ。おで左右交互に。そういう機会に。では最後大技ですね。片手で2丁持った状態で肩越しに投げて、そして最後正面で、ね、それぞれキャッチという技をお持ちしましょう。いきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。